こんにちは、ホタルグサです。今日はディップフラワーでバラを作っていくんですが、今回はね、芯をちょっと使って、やってみたいと思います。今まではね、あまり使ったことなかったんですが、すごく安売りをされていたので、バラの芯ですね、これアポスチロールなんですけれども、こちらを使ってバラを作っていこうかなと思います。で、これ穴開いてなかったので、目打ちでですね、こんな感じで、穴を通します。あ、ちょっとね、こちら側少し、狭いので、もうこちら側からも少し穴開けて、まあワイヤーが通ればいいのでね、そんなに開ける必要はないんですけれども、28番の白地ワイヤーですね、こちらを通していきます。こんな感じですね、横に一直線に、まあ下側のところならどの辺でもいいんですけれども、通していただいて、半分ぐらいのところでこのようにねじって、ちょうどワイヤーね、半分ぐらいのところでねじって留めます。はい、こんな感じですね。でワイヤー少し長すぎるのでカットしておきましょう。まあね、メラミンスポンジに立てる分ぐらいがあれば、あとは後々ね、組み立てる時の軸となる分ぐらいあれば十分ですね。ではここからは花びらなので、15枚かな、14枚くらい、その辺ですね。で今回私4番、4センチゲージですね、こちら白地の4センチゲージでやっているんですけれども、正直な話、このバラの芯に対しては少しね、小さいかなと思いました。やった感覚なんですけれども、5センチか6センチでもいいかなという感じですね。で作ったらまとめてですね、今回はハート型にしてみようかなと思ったので、頂点のところをグッと折り曲げて、こんな形にねした後、あとはね、少し、指の腹を使って、このような形で、カーブを入れていきます。はい、こんな感じでねやってます。でこちらもね、ワイヤーちょっと長いので、適当な長さでカットしていきましょう。長すぎるとね、何が問題って、このうまくねメラミンスポンジに立たなかったりして、立ってもグラグラしちゃって、隣のね花びらと乾かしてる間にくっついてしまったりするんでね。はい、では額ですね。額は、28番のグリーンのワイヤーをこのように1センチゲージに5回巻きつけますが、間をね今回4回ぐらい回してますかね、1、2、3、4回か3回ぐらいですね。そうすることでね、真ん中の輪が広くできますね。1枚目を挟むようにしてワイヤーねじって留めます。はい、で先端を尖らせるために、それぞれ平やっとこでグッと押しつぶしてあげます。挟んでね、尖らせてあげます。で真ん中の部分はね、しっかりと広げておいてください。はい、で開いて、リップできる状態にしておきます。はい、こんな感じですね。で、3.5 センチゲージで葉っぱを作っていきます。ちょうどワイヤーの真ん中ぐらいで1つ作り、その後左右のワイヤーでそれぞれ1つずつ葉っぱを作るという感じですね。短いワイヤーだとこれがね、ちょっと限界ですね。長いワイヤーがあれば、さらにその下に、2つとかって作っていけるんですけどね、短いのでこれが限界です。そして葉っぱなので、それぞれ先端を平やっとこでつまんであげて、尖らせて、あとはね、葉っぱギザギザさせたいので、まあ丸やっとこでも平やっとこでもどちらでもいいんですけど、今回はまあ丸やっとこでね、少し葉っぱにウェーブを入れていきます。こんな感じですね。はい、すべての葉っぱ同じようにやって、あと葉っぱの形ですね、少し整えてあげてください。はい、こちらとこちらですね。今回は花メインなのでね、この辺は少し倍速でやっていきます。はい、こんな形で葉っぱの形も整えて、何枚かね作っておいてください。こちらは、グリーンでですね、ライトグリーンかで、リップしていきます。はい、で額の部分も同じようにライトグリーンで、そのままディップしてメラミンスポンジに立てて乾燥させます。お花は今回ライトバイオレットで、あまり使い道がなさそうなので使っていきます。
これね、かぶせ漬けしてもいいんですけど、まあそんなでもないので、あの輪っか作るの面倒な方は今みたいにねズボッと入れてしまっても問題はないです。ライトバイオレット、なんか入れた時とこの乾燥してる時とちょっと色味変わってきて面白いですよね。なんか赤みを帯びてくるというか、ちょっと赤紫っぽくなるのかな。はい、で乾燥させたらストレンスナーすべてね根元までしっかりつけて乾燥させてください。お花のワイヤーはこの時ね1本に減らしてしまいました。はい、でですね、目打ちで額に穴を開けます。真ん中部分ですね。でこのバラの芯ですね、ここを中心にお花をねできるだけこう寄り添うというか沿わせるようにつけるんですが、この時にあ花びら小さかったって思ったんですけども、取り返しがつかないのでね、このまま今回はいきます。やはりね4センチで小さいとなると5センチか6センチですよね。そうなんです、バラの芯もねサイズがいろいろあるので、それに合わせてね作っていかないといけないんですよね。そうなんです、だから安売りだからって、2袋も買ってしまったんですが、どうしましょうねはい、ということでこんな感じで、でねあんまり見てても思うと思うんですが、芯がねちょっと目立ちすぎてはいけないので、花びらを時々ね寄せたりしてます。とりあえずね、花びら自体はこのように下でねじって留めていってしまいます。これがね一番簡単だと思います。で少し何としてでもこの芯が見えすぎないようにね花びら寄せてあげたりとやっておりますが、どうでしょうね、私はやはり個人的にはそのまま花びらねくるくる巻いて作るバラが好きなんですけれども、まあ、この辺お好みですよね。まあ、こういう芯を使って作ってみるっていうのもね一つ勉強にはなるなと思いました。花びらのサイズってはい、そんな感じで、全ての花びらをね、まあ、バランス見てあまり同じところにばかりつけないようにしてくるくるとね花回しながらつけていってあげるといいかなと思います。で最後はねもうバランス見て当たりないこの辺少ないなっていうところに花びらを添えてあげてねじって留めます。はい、でちょっとここで、まあ、白いワイヤーなのでね少し目立ってしまうので、少しだけここでフローラルテープグリーンで巻いておきます。そして額をつけて額で少しかこのようにね隠してあげて、さらにフローラルテープで巻き下ろしていきます。はい、まあ、こうなるとまあまあまあバラっぽいといえばバラっぽいかなとは思うんですけれども、はい、で、こちらもね、少し葉っぱの方もちょっとだけね巻きながら茎と合わせていきます。この辺はねお好みで、あと長さなんかもねもし足りないようであれば、花瓶に合わせてもう少し茎を延長してあげてもいいかなと思います。今回はまあね小さい一輪挿し用かなというイメージなので、これくらいの長さで作ってしまいました。はい、というわけで葉っぱ1枚余りましたが、こんな感じで今回は完成としたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございます。またよろしければチャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。